パーキンソンで、薬が効いてる時はまあ普通に動けるんですけれども、切れた時にもう動けるように何か方法がないのかな。切れるとどうですか。もう足が動かない。で最近だんだん薬が効かなくなって、効いてる時間が少ない。パーキンソンの、今パーキンソンって名前ついて、いろんな病気がついてますけども、その前にやはり原因があるわけですけど、その原因を置いとくとパーキンソンにもなるし認知症にもなるし他にもこうなっていくという、そういういろんな病気症状の前にその原因があるという、これが今の医学は分かってない。パーキンソンの場合に割と脳梗塞系の脈管機能障害は結構その前から、結構前からパーキンソンを起こす何十年も前からそういう傾向があるんですよ。でそれはそういうパーキンソンが発症するもう何年も前に、サインがもう出てるんですよ。それは、肩が来るとか首が来るとか手の動きが悪いとか、こういろんな形でもう出てるんですけども、割と見逃しがちで、今病院で行ってる脳梗塞心筋梗塞の前に手がしびれるとか、こういろいろ言うのはもう相当悪くなって、もうそれは間もなくその発症しますよというところの症状を言ってますけど、そのずっと前にそのスイッチが入ったというところの症状っていっぱいあるんですよ。それはサインっていうんですけど、こっちはもう症状というし、こっちはサインですけど、そういうのが、いつパーキンソンいつ発症されました？平成15年ですか、というと9年、約10年前ですか。前もずっと体がなんかもう不調で疲れるというか、杖は持たなくても大丈夫って言われるんですね。はい、はい、あ、じゃあ先日お世話見えて、ちょっとお話しされてましたよね。脳梗塞系が、の前に腎臓の問題があるわけだ。腎臓の方が古いですね。右の腎臓の方が古いです。結構これは早いですね。右の脳梗塞系が、なんか10、20、30、38年前です。腎臓右の腎は40、50、51、2、3、4、5、6、7、8、今50ずつ振ってました。40ずつ振ってました。50ずつ振ってました、約60です。60年前ですね。左は60年前に戻ればいいわけですけど、脳がこうです。今現在は例えばここに電気ついてる、ここに電気つ今この時間ですついてることで、現象は手が抜けるし足が抜けるし、左側で噛みます強く、で右で噛みます。右は今どうですか？弱いですね。っていう状態が、今脳の中のある部分です。今この瞬間が例えばここだとすれば、ここに電気がついてるわけですけど、60年前というところに戻るとこれがなくなる。じゃあここに電気が普段からつくようにすればいいんですって考えるわけですよ。で60年前にの脳のそのある部分が電気つくようにするにはどうしたらいいかです。ここを内45度の方向、今ここです。でこの後ろここです。ここを内45度、内で、これが内で後ろで45度、ここですよね。内の45度、ここ、ここをにしたときに脳の
60年前のところに電気が1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 あとでマークします。電気ついてます。で引きます。左側で噛んでください。右側で噛みます。右どうですか。強く噛めます。噛めるんです。私が言わせてんじゃないですよ、本人が言ってるんです。腕引っ張ります。動きません。本人が60年前一生懸命考えられたっていいんです。60年前のところに電気がついてるんです。だから体はその脳の状態を教えてくれるんです。で、じゃあ実際に歩いてみて普段とどう違うかを知りたいですよね。じゃあ歩きます。はい、で、たくさんありますよ。え、ちょっと歩いてみます。ずっと歩いて、いいですよ、戻ってきます。どうですか。普通に歩ける、はい、普通に歩けるでしょ、はい、普通に歩ける。どうですか。まず背筋がまっすぐになりました。あ、そして足 の、 あの上げが高くなった、うん、こう胸がこう回ってるの分かります。さっきこうなってますよね。で、足をもっと高く上げて歩いてください。もっと足を高く、あれが上がらないですよね。開けると上がらないでしょ。ここなんてなるんですから。こうちょっとジョギングをできちゃうんですよね。笑っちゃうでしょ。これはターゲット直せないですよ。でも瞬間です。なっちゃうんですよ。どうですか今。走れそう。ちょっとこう走ってください。これもう必要ないでしょ。もうこれ持つのが変でしょ。どうですか今、ちょっと似合わないでしょ。全然似合わないですよね。あ、いいですよ。っていうことが起こっちゃうんですよね。そうですね、どう思います。不思議ですね。不思議ですよね。人間って重力で影響受けるんですね。どんな感じですか今。でこう足をこう上げてください。あ、座った状態 でこうまずこう上げてください。足伸ばして、どうですか。違うでしょ。先生、質問ですけど、はい、極端な話、あの赤ちゃんの時まで戻れるわけですか。戻りますよ。でも記憶がなかったらないでしょ。そう、赤ちゃん記憶は関係ない。関係ないんですか。関係ないですよ。関係ない。脳の中のシステムだから。あ、どう思いますか。ありますね。動きとか引っかかりっていうのはやっぱりあると思うんですよ。でも全然見られないので、こんなスムーズに、はい、パッと立って、え、ちょっとじゃあいいです。もう走れそうですよね毎日ね。どうですか。全然走れなかった。走れなかったですよね。それが走れちゃうでしょ。どうですか。全然信じられないです。ありえないですよね。あれなんか起こるんですよ、そういう。どう思います。不思議不思議ですよね。